もしもし、お父さん？今、リモートつなげたけど何？急に。え？もう隠されへん？え？え？俺にお兄ちゃんおるん？ちょ、え？ちょ、今から合わせるって。え、ちょ、待ってや。え？え？ちょ、え？はい、ケンゾーさん。え？え？誰？どうも、あなたの兄貴です。いやいやいや、めっちゃ外人やん。外人っていうのです。すいません。弟たち。え？二人おんの、お兄ちゃん。国もちゃうし。おう。お兄ちゃん。いや、受け入れんだよ。私たちそっくりです。いや、どこがやねん。ファッションセンスが同じです。いやいやいや。あ、確かに。ケンゾ、ケンジ、アオ。え？です。ああまだちょっと兄弟って感じでもないし。住所送る。入国制限してる国とかやったら行かれへんし。ここ？さすが半分同じ遺伝子です。近。それでお父さんも隠されへんって言ったのか。いやいやいや。隠されてても絶対兄弟って気づかなかったわ。普通に外人やし。だから外人って言うなって。すみません。まあまあ許してやれ、ケンジ。言い過ぎました。お兄ちゃん。